はい、どうもこんばんは。昨日の12時間ビッグブルー配信お疲れ様でした。今ね、手がすごく痛くて豆もね、できちゃっていますけれども、今回はですね、マリオカート8デラックス、全部 200cc を無双していく、そんな動画となっています。よかったらですね、最終レース、4から5レース走ります。ぜひお見逃さずにご視聴よろしくお願いします。というわけでですね、今回SFC のレインボーロードでちょっとやってみたい企画があって、最弱カスタムを使って、アイテム禁止で1位取ってください。ひせたやさんからコメントをねいただきました。ちょっと運要素もね混じっていくと思うんで、なるべく走力も見せつけながら走っていきますので、見逃さずにご視聴よろしくと。というわけでクッパの危ない、怖い、ビートデイモンで、あとメタルタイヤのハイラルカイト、こちらはですねビッグゾーさんが、考案されたね、世界で一番弱いと、言われているカスタムになります。こちらで、しかも 200cc ですからね、それも SFC の虹ですよ。もうね、制御、しかもブレーキも使ってないからね、こんなにうまい 200cc 実況者は他にはいない。さあ、ブレーキも1回も使わずにね、1をね取ってまいりたいなと思います。この赤消しかっこよくで決めていきましょうか。よっしゃ、本当にアイテム使ってないで1取れちゃったよ。ありがとう、皆さんに感謝。結果が出ました。一旦広告入りましょうか。さあ、ちょっと一番来てほしくなかったね、 200cc のパックンスライダーで、今回ねちょっと使っていきたい機能がありまして、はい、 OK。 レイピーさんからね、初コメントでアシストオンにして、しかもカスタムの組み合わせもね、いただきました。ルイージをこのスタンダードの全部ノーマルシリーズで揃えて走ってほしいですみたいな、そんなコメントをねいただいたんでね、やっていきましょうか。インがつけないね、まあ落ちないのはメリットとして、インをね思いっきり攻めようと思うと、このアシスト機能があってなかなかねちょっと外側に走らなきゃいけないっていうね、でその分タイムをロスしちゃうから難しいんですよね。でキノコ出た場合はどうなるかっていうと、一応ショートカット自体はできるんですけども、このショートカットもですね、思いっきりごめん、思いっきりねインを攻めるのがなかなか難しいっていうね。なんでさあ、壁に当たる、あっ、壁に当たらないのもいいんだけども、さあちょっとねなかなかアシストとしてちゃんと機能してるのかっていうのは疑問に残るところではあるんですけれども、さあちょっと1位で急に裏にさキノコを持っていますよ。これどういう状況かっていうと、なんかねいろいろと災いが起こりそうなんだよね。さあ、スタンダード、いや待って、赤くらい来たね。ここはですねインを攻めて思いっきり消したい。消せないよね。復帰としてもう1個使って、しっかりね体勢立て直していきたいなと思います。さあ、まだ何も起こってない、あ待って、おーっと落ちそう。もうこれキノコ使って復帰するのいいんだけどな。うわ待って、やばいな。さあごめん、使うわ、使う使って、ほらこう落ちないのはねすごいありがたい点なんですけども。さあテルサ来ました。ちょっとそろそろ何か来そうだよ、怖いな。ヘイホンにめがけてここ、いやー当たんないよね。で大体ねボム兵が出るんですよここで、そこに置いてヘイホンを仕留めていくと、もうこれがね唯一の勝ち筋ということで、ルイージさんありがとうございました。よっしゃー、3コース目ですね。もうすっかり春も終わって、今ゴールデンウィークにね動画を撮っているんですけれども、5月もよろしくお願いします。はい、山吹様からと、水木さんからビッグブルーのね生放送に関するねありがたい、お祝いのコメントとともにですね、リクエストのねコメントもいただきました。ちょっと1回被弾してねコイン枚数を調整していきたいなと思うんですけれども、何をやっていくかというと、コイン枚数に応じてよかったらね順位取ってみてください。今4枚コインを持ってるから4位しかね あの順位を取っちゃいけないみたいな、そんな横領でやっていけたらいいか。よしよしよし、1枚でしょ。でこっからコインをねなるべく取らないように気をつけて1を目指していけばいいわけでございます。で花ちゃんバギーの古代のタイヤ、もう一つが紙飛行機ですね。こちらを使って水木さんからコメントをいただきました。もうここからですねコイン一切取らないようにね。なんでやねん、もう何このゲームは、トゲゾー専用になってますね。さあまだ1位だね。あでもコインがね、あーまあ使っちゃうか。ちょっと2位しか取れない。よしよし、ケツもねなすりつけていきましょうか。ラストで現在3枚持ってるんで1位が取れないんですよね。だからここ頭使い時だと思うんだよね。1枚だけ取って
被弾して1位を取るしかないっていうね、もうこれ頭使うから脳のトレーニングもにもなりそうかなと思うんですけれども、誰か被弾したい。これバナナとか置いてあったら被弾できるんですけれども、どうでしょうか。あーくそー、いや理想なのは被弾してコインマイナス3枚で1位が良かったんだけど、なかなか調整が難しかったね。はい、ありがとうございました。はい、OK。 さあ続いてリンリンメトロの 200cc で、なんかねこの部屋で僕のことをねウマルクスって褒めてくれてるね、すごい嬉しい方もねいらっしゃるんで、こちらの、また新しいメンツの方たちとですね、対戦の方やっていきたいと思います。危なかった、電車にギリギリ引かれずに済みましたけれども、若干ね、テンション高めで動画を撮っていけたらいいかなと思います。グレートジャンボゴリラさん、なわー引いた瞬間に速攻テレさんにね、盗まれちゃいました。ちょっとクラクションもったいなかったんですけれども、コインね、まあ、早速集めながら、骨なしクッパ潰していきたいな。ボム兵で当たるかな、マップにいる余裕がないんですが、またでも結局引いてくれたからまあまあいいんじゃないかなと思います。ここからもね、さらにあーな、あぶない、バナナ、そんなバナナなんでそこに置いてあるんでしょうか。赤コーラ来たんでここはブレーキし、いや通過するんか余計にクラクション使用しちゃったな。プリンセスコーチというね、カートを持ってきました。まあこのカートはね、まあ見た目の通りシンデレラとか王子様がねよく乗っている馬車みたいなイメージがね僕の中では刷り込まれています。でそのこの馬車にですね、もう画力がすごいクッパを乗せたらどうなのかなっていう、そういう思いでちょっとねコラボさせてみましたね。いいね、差がそこそこついてて、いやー充電するのね忘れてましたが、とりあえずね1位取れましたね、よかった。さあ今回ちょっと6位スタートから開始しましょうか。1位スタートの骨クッパ使っている方がすごいねうまいプレーで結構びっくりしておりますけれども、456123からちょっとえっていうねコメントをいただきました。なんだっけ、グライダーを全部乗ってくださいとはどういうことなんでしょうか。グライダーのあるコースをうまく使ってみたいな、そういう風に捉えていいんでしょうかね。そんなわけで今回は生意気なジュニアにですね、赤子らっしゃー、しっかりね縁を利用して消していくと、こういうところで無駄なく消していけばですね、アイテムもね節約しつつねテクニックをねこう動画で見せられるからまあいいのかなと。お尻ペンペンね、これどうなんだろう、ちょっと煽りプレイっぽくなってね、周りのプレイヤーからしたらどう見えてるんでしょうかとちょっと気になりますが、プリンセスコーチをまたねちょっとジュニアに乗せたら、これはこれでさお坊ちゃまらしくて可愛く見えませんかね。また赤コラ来たんでここは縁で消していきますと縁で消しすぎて、ちょっと、うまく頭が追いついてないんですが、クラクション引いた、クラクションじゃないトゲゾー引きた、どうしましょうかね。ここはまあ空中で当たるって言ってもね、あんまり上空にいるとその分ロスしますから、ミニターボで解放してなるべくダッシュ板の近いところで食らっていきましょう。ジャスティスさんが来てる、ここピンポイントでやってた、いやピンポイントで3だ、よし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 、相手お前ジャスティスミスタージャスティス、ちょっと待ってここ追いつく場面だな、早くスーパー貯めてちょっと飛び越えます。で大きくなった分ね早くなったんだよね。でまたしっかりダブルボックス割っていきましょう。うわキノコ引いてそうだな、骨クッパの人、早めにスーパーを離してなんとか1位取ることができました、ありがとうございます。周回遅れの人にねあのバナナなすりつけそうになったけど、はい、今日のパートはここまでということでね、ビクゾーさんが考案された最弱カスタムでいろいろとね成し遂げちゃったのと、あとたくさんリクエストもらって、コインの枚数に順位を合わせる縛りも難しかったけどまたリベンジしたいと思います。このチャンネルもしうまいと思ったら、グッド、登録、下手だと思ったら低評価で、お別れしましょう。バイバイ。